皆様こんにちは。旅と旬なウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。今回は江戸川橋駅徒歩6分都内のバラの名所2番出口から鳩山会館へ向かおうと思います。鳩山会館は大正13年1924年に建てられた洋館。洋館とバラってとっても絵になりますよね。都心なのに綺麗なバラが見られる場所なんて期待が膨らみます。行き方はとっても簡単で、横断歩道を渡って江戸川橋を渡って、ただひたすらまっすぐに向かうだけ。ちなみに五国寺駅からも徒歩7、8分です。どうか参考になさってくださいね。綺麗な街並みを歩いていると、行列のできているビストロを発見。とっても雰囲気が良さそうです。早速メニューをチェックしちゃいます。どれも美味しそうですね。バラを見に来たはずなのに、誘惑に負けそうですが、無事鳩山会館に到着。抜けるような青空です。入り口から邸宅までは緩い坂が続いていますので、お足元が心配な方、どうぞ参考になさってくださいね。青空と緑、本当に綺麗ですよね。ぜひ天気のいい日にはお出かけいただきたいスポットです。お散歩にもちょうどいいですね。いろんな木々が植えられていて、秋になったらきっと紅葉も綺麗なんだろうなと思わされます。都内のバラの名所といえば、旧古川庭園、そしてバラ園があるといえば新宿御苑や代々木公園、そして都内ではありませんが横浜イングリッシュガーデンなど、僭越ながらどれも動画にしておりますので、よかったら概要欄からご覧くださいね。アジサイも咲き始めていました。次はアジサイの見どころスポットにお出かけしようかな。他の花々も咲いていますね。左手に木の裏側にそろそろ見えてきたのが洋館でしょうか。とっても楽しみです。ちなみに入館料は一般600円、休館日は月曜日。遠出をして離島に行くのも旅行をするのも大好きですけれども、こうして都心の穴場スポット、お得スポットを皆様にご紹介するのも大好きなんです。うわー、とっても雰囲気がいいですね。これは煙突でしょうか。早速入り口へ。入り口には羊さんのようなとっても丁寧で親切な案内役の方がいらっしゃり、質問すると歴史のご説明など教えてくださいますよ。うわー、さすがは歴史ある洋館、修復して保存いただき公開してくださるのが嬉しいですね。早速中に入ってみますね。第二応接室からこちらが第一応接室。なんとソファーに座ってくつろぐことができるんですよ。早速休憩。天井はメダリオンと照明、そしてステンドグラスとブラケットライトとマントルピース。ステンドグラスの明かりがとっても柔らかで、重厚なキャビネットに光を投げかけています。こちらは第二応接室のソファー。ここにもステンドグラスが。こちらは花柄ですね。
先ほどは緑を基調とされ、外との調和が保たれていたり、素晴らしくてうっとりとしてしまいます。続いて奥の配膳室に向かいます。ここで食事をなさっていたんですね。ここにもステンドグラスが。食堂は食べるがテーマなので、このようにライチの実がデザインされているそうです。サンルームの一番いいところも休憩所として開放されています。当時使われていた食器の数々、かわいいデザインなんて憧れてしまいます。もちろん買えませんけれども、有田焼の今右衛門さんの食器類も展示されていました。こういう器を使えるように料理の腕も上がればいいな。ヒマラヤ杉の実、シダーローズはお土産に無料で持ち帰っていいそうです。クリスマスの時期なんかは嬉しいかも。サンルーフの自販機はちょっとお休みに設定されていました。嬉しいですね。皆様も水分補給をなさってくださいね。ではいよいよ今日のメインテーマ、庭園とバラ園です。よいしょっと。うわー、広いですね。しかも手入れが行き届いていて、どの木も草花も生き生きしています。都心とは思えないくらい。庭に降り立ってみますね。足を踏み外さないように注意しなきゃ。バラに憧れるなぁと思って、実は私は多少家庭菜園などもするのですけれども、ついつい玉ねぎやプチトマト、キヌサヤなど食べられるものばかりに走ってしまいます。あ、バラが見えてきました。とっても楽しみ。庭に降り立ってぐるりと一周してみます。ここのバラも満開。そしてバラの奥には瀟洒な洋館が。とっても素敵ですよね。こういう二色咲きに見えるピンク色のバラ、大好きな色使いです。これはプリンセスモナコという品種かしら。若干散り始めていましたので、見に行かれる方はお早めに。こちらの赤いバラも緑が濃いからこそ青空の下でとっても映えますね。つるバラをまとったアーチ、くぐり抜けるとバラの園にやってきましたという気持ちにさせられますね。とっても美しい光景で、まるで海外旅行気分です。撮影の腕ももうちょっと上がればいいんですけれども、優しいピンク色のバラが風にそよぐ様もとっても可愛いですね。情熱的なこの赤いバラは、なんと名前がスーパースターというのだとか。イメージに合った名前を付けられますよね。そんな答え合わせをするのもとっても楽しいです。庭園内にもバラをゆっくり眺められる場所にベンチがしっかりありますよ。バラを間近に眺められる小道をゆっくりと歩いてみます。このピンク色の神々しいバラは確かクイーンエリザベス。気品がありますよね。なかなか行けない方もこの動画をご覧になって、行った気分を少しでも味わっていただけたら嬉しいです。その他の動画も耳で聞いてわかるような解説を心がけています。字幕設定もありますよ。このウェーブがかかったバラはマチルダ、フランスの歌手の方に捧げられた
バラだそうです。素敵ですね。実は今奥の離れも解放されているんです。貴重な機会なので奥に進んでみようと思います。またアーチが見えてきました。子供の頃、秘密の花園という本を読んだのですが、そんな気分になってきますね。え、ちょっと違う？細かいことはなしで。こちらが奥の離れです。入ってみますね。日本家屋が見えてきました。洋館も日本家屋も楽しめるなんてお得かも。もちろんこちらのお庭にもバラが咲いていました。離れのバラは日本家屋に合う品種にされているのかしら。こちらの大輪の赤いバラは侍というのだとか。日本のバラもとっても美しいですね。早咲きのバラもあり、そしてゆっくりと咲く侍のようなバラもあり、離れの前は長くバラを楽しむことができるように工夫がされているような気がします。これは藤棚でしょうか。藤の季節はもうちょっと遅かったかな。代わりに亀戸天神の藤祭りに行った時の動画も概要欄に貼っておきますね。アーチの白バラもとっても綺麗。これは白秋だったかな。ともかく庭にはベンチもあって、木陰からゆったりとバラを眺めることができます。こうして固まって咲いているバラもとっても可愛いですね。バラって見ていて飽きないですよね。庭師さんに頭が下がります。とここである区画を発見。こちらの可憐なピンク色のバラはマリー・アントワネット。ん？そして隣は咲いていなかったのですが、フェルゼン？あら？そして、その背後に佇む凛とした気高い白いバラ。その名はオスカル。その横にひっそりと支えるように咲く黄色のバラはアンドレ。もしかしてこの区画のバラってベルサイユのバラシリーズ？庭師さんの遊び心が伺えてちょっとほっこりしちゃいました。次はフェルゼンが咲いている時期に間に合うといいな。ちなみに調べたら紫色のバラでした。皆様はどういうイメージを持たれましたか？イメージにぴったりでした？とっても楽しいですよね。さて、洋館の庭に戻り、小道を散策します。本当に気持ちがいいんですよ。ぜひゆったりと優雅な気分を味わってみてくださいね。そして色や形だけではなく香りも。この区画を通った時、ひときわうっとりするような香りが鼻をくすぐったんです。早速、香りを調べてみると、そう、ダマスクローズだったんです。香水の原料ともなるバラ。バラに触れないよう、そっと鼻を近づけて、香りを楽しんじゃいました。本当にいい香り。そして登山好きの私としては
ちょっと上に登る階段があれば、登らずにはいられません。と言っても、そんな高いものではありませんが、そしてひときわ高くなったところに、いいベンチを発見。そのベンチからの眺めがこちら。散策される方の気持ちを分かったように、いい場所にくつろげるベンチが置かれていますね。風に揺れる木の葉が強い日差しを遮ってくれて、この日とっても暑い日のはずだったのに、涼しく心地よく散策できました。土の道をかみしめながら自然散策気分、登山に行きたくなっちゃいます。きっと秋は紅葉も綺麗でしょうね。また登る道が見えたのでしっかりと登ります。そこに山があるから、はい、登頂です、なんて。先ほどの離れが見えます。ぐるりと一周しますが、本当に木陰は涼しいですね。バラだけでなく緑もとても美しいです。気をつけながら下山しますが、無理なく散策するのにちょうど良い距離と規模、そしてそこまで混んでないっていう穴場かもしれません。ここも素晴らしいバラの名所なんですよ。それが少しでも伝わりましたでしょうか。ぜひ穴場スポットとして、まだいらしたことがないバラ好きな方にも楽しんでいただきたいなって思います。ふむふむ、ここはスケッチができる場所。ここの庭師さんか管理の方はきっとウィットに富んでいて、サービス精神旺盛な方ばかりなんだろうなって思います。確かにベスポジ、とってもいい動画と写真が撮れました。小道を抜けてお庭に戻ると、赤、黄色、ピンク、さまざまな色のバラが、こちらのコーナーは満開。バラは雨に弱いらしいので、どうかもうちょっと長く咲いていてくれますように。とここでひときわゴージャスで華やかなバラが、名前はマダムミユキ、鳩山夫人のミユキさんをイメージして作られたバラだそうです。みゆきさんという名前の奥様や彼女さんがいらっしゃる方、お連れになってみてはいかがですか。私の名前のバラは残念ながら見つかりませんでした。でも十分こうしてベンチに座って庭園を眺めるだけでもとっても楽しいから。バラのシーズンですが、そこまで人が混んでおらず、ゆったり楽しめる穴場と申し上げた意味が、なんとなく映像から分かっていただけるのではないでしょうか。とっても素敵な場所なので、皆様にもぜひ洋館とステンドグラス、そしてバラを楽しんでいただきたいなって思います。こちらはシンボルの友愛というバラだそうです。庭園には錦鯉も泳いでいました。こういうものを見て涼しさを感じられるような季節になってまいりましたね。でバラもたっぷりと紹介いたしましたので、今度は会館の内部に、内部ももちろん見どころがいっぱいですよ。
その前に、まずはサンルームでしっかりと休憩を。自販機があるようにドリンクを飲むことは可能です。ちなみにダイニングの椅子に座ってお料理上手なみゆき夫人のご本を読むこともできました。美味しそうなレシピばかりで、しかも割引価格。おもてなし料理がお好きな方は参考にされるのもいいかも。奥の部屋は特別展示室になっていました。ホールの天井の照明にもご注目。綺麗な唐草模様です。そしてここからは、なぜ鳩山会館がバラとステンドグラスの館と言われるのか。日経でステンドグラスの美しい場所特集で1位は国会議事堂だったそうですが、2位はこの鳩山会館。ダイニングの花柄ライチの実の数々のステンドグラスもすべて大正から昭和にかけて活躍されたステンドグラスの工芸家小川三知氏の作によるもの。こちらは五重の塔を模していると言われます。2階の見晴らしのいい大広間にやってまいりました。こちらは貸し出しも可だそうです。同窓会や記念日、披露宴などで使われる方もいらっしゃるのだとか。上野精養軒さんの案内が置かれていました。とっても雰囲気が良くて、いい思い出になりそうですね。精養軒さんの老舗の洋食にも憧れちゃいます。2階の大広間からの眺めはこんな感じです。いかがですか？先ほどの庭が見渡せますね。もちろんバラも。ケータリングをして美味しい食事とともに過ごしてみたいですね。開放されていたのでバルコニーにも出てみます。マントルピースがあった場所に煙突もありました。バルコニーからだと分かりやすいのでやっと気づいたのですが、モチーフの鳩がしっかりと飾られていたんですね。バルコニーからですと見やすいですよ。普段おっちょこちょいで見落としてしまうことが多い私ですが、今回見どころを皆様にご紹介できるのは、1階の案内役の方がいらっしゃったから。つかず離れずの距離で質問したところはとっても丁寧に答えてくださいます。その説はありがとうございました。そのおかげで池にも実は鳩のモチーフがいたこととか、そしてステンドグラスの由来のこととか、入り口のところの鳩のステンドグラスのこととか、見逃さずにしっかりと拝見することができました。小川三知氏の貴重なステンドグラスは上野国立科学博物館にも飾られています。先日国際博物館の日で無料で博物館を観覧することができたので、また皆様にお得な情報としてお伝えいたしますね。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。帰りはしっかりとビストロに寄っちゃいました。次の動画もお楽しみに。